いいえ、オプティマスプライムはどこだ？サイバトロンから脱出しただろう？反乱軍を根絶やしにするにはリーダーを消さねば。いいえ、オプティマスはどこだ？俺の名はクリフジャンパー。オートボット反乱軍の隊長だ。俺が無事に戻らないと。答えになってない。オプティマスはどこかに拠点を作る気だろう。その場所を吐けば、命は助けてやる。俺の名はクリフジャンパー。オートボット。B127 からの信号だね。追跡できるか？もうやったよ。オプティマスの居場所を吐かないならあんたのお友達に聞くとしよう。よせ。あんたは立派な戦士だ。尊厳ある死を与えてやろうと思ったが、進路をセット、地球だ。アンバー、何怒ってんだよ。妹と浮気しようとしてたでしょ。失敗に終わったってば。そう、あんたは何でも失敗すんのよね。家の頭金にするお金で車を買っちゃうし、まったくバカじゃないの。新車なんていらないのに。バカなあ。もう頼むから落ち着いて俺の話聞いてくる。おい、なんだあれ。何が？ちょっとねえ、やだ、どうしよう。まっすぐこっちに飛んでくる。おい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 、頼むから車だけはよせ。頼む、車だけは勘弁してくれ。よかった、俺のじゃなくて。私も無事よ。ああ、よかったな、ベイビー。ほんと逃げて逃げる。逃げてよ。あれ、俺の車か？おい！マジで？地球か、ロイ。パッとしないところだな。生息している生物も予想以上に原始的だ。吹っ飛び方はいいな。仕事に集中するのだ。 B127 が出した信号の発信源はこの大陸の西海岸だ。まずは西へと向かうぞ。こちらボックス、非有機生命体が接近中。あくまで目標はコミュニケーションを取ることです。地球外生物とのファーストコンタクトだ。研究者として夢に見た瞬間ですよ。少しでも怪しい動きをしたら叩きのめせ。増殖してる。いいだろ、殺しても。まだ早い。 B127 の信号が途絶えたきりだ。私に考えがある。私はエージェントバーンズ、彼はパウエル博士だ。今100丁の銃が君らの頭を狙ってる。要件を聞こうか。
地球人たちよ。我々はディセプティコンの平和維持チーム、銀河をパトロールしてる。おい、何やってる？だが屈辱だぜ。実は我々の星にいた危険な犯罪者がこの地球に逃げ込み隠れているらしい。何かお手伝いできるかな。あなた方の目をお借りしたい。何？人工衛星を使わせろというのか。我々のスキャナーは短距離用だ。あなた方のインフラ設備は原始的だが、組み合わせれば大いなる力を発揮するだろう。断る。話にならん。地球のためでもある、エージェントバーンズ。我らの故郷は戦争の最中だ。 B127 が見つからなければ地球も戦いの場と化す。それならば協力し合う方向で検討しよう。上層部に相談するので、結果が出るまでは我々に従ってくれ。いいだろう、パウエル博士。この星のリーダーに合わせろ。ということ。ちょっと。おとなしくしろ。やめて。離していけ。攻撃用意。倒せ。逃げろ。いや、逃げるな。分かったか。逃げた。ねえ、あれ味方だよね。もう逃がさないぞ。隠れても無駄だ。 B127、 この裏切り者の腰抜け目ド吐け。B、 危ない。なぜ反撃しない。なぜ Z としている。手を出さないで、お願い。